京都地方裁判所の法廷に紺のスーツ姿で立った一人の医師食卓殺人の罪に問われている大久保義和被告です元医師の山本直樹被告と共謀し京都市内のマンションで林由里さんの依頼を受け薬物を投与し殺害した罪などに問われています 林さんは全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病、ALS を患い、SNS で安楽死を望む投稿をしていて、大久保被告らに130万円を振り込んでいました。先立って行われた山本被告の裁判で、京都地方裁判所は先月、大久保被告が犯行を主導立案したと認定しています。 そして迎えた大久保被告の初公判法廷には ALS を患う人や林さんを担当していたヘルパーも傍聴に訪れました起訴内容について認めるかどうか聞かれた大久保被告が語ったのは起訴状の通り間違いありませんただ 私は林さんの願いを叶えるために行ったことですはっきりとした声で起訴内容を認めた一方で、あくまで林さんのために行ったと主張、その後、弁護側が続けたのは、罪に問うべきではないという主張でした。望まない姓を強いることになり、憲法に反する。 弁護側の陳述の間大久保被告は目に涙を浮かべ時折ハンカチで目頭を押さえていました一方検察側は報酬が支払われる前提で殺人の依頼を受け医師にもかかわらず何の検査もせずに短期間で犯行に及んでいて正当な行為に当たらないと主張しました 命を奪う正当性を主張する大久保被告と弁護側に傍聴した患者の増田秀明さんは怒りと恐怖を感じたということです大久保被告の裁判では裁判官と裁判員が大久保被告の考えを受け入れてしまわないかどうかを憂慮しており最も注目しています生きてこその希望や苦しみを安易に安楽死で片付けてしまわないでください そして林さんの近くにいたヘルパーもやっぱり辛い、今でも辛いのね、やっぱり、いつけてほしかったっていうのは、やっぱり思うし、その涙は正当化して、自分がだから正義感を無理させて、やった結果、捕まって、自分の人生がなくなって、悔しくて泣いてるのか、その涙が、ゆりさんにとっての涙ではないなっていうふうには、すごく強く感じた。 また林さんの父親は大久保と山本の行為はどのような立場理由であっても決して許すことはできませんもし娘が生きていたら体が動かなくてもたくさんの人たちに囲まれた生活が未来があったと思うと悔しくてたまりません最大限の厳罰をもってしても私の悲しみは終わることも言えることもありません 判決は3月5日に言い渡される予定です注目の裁判ですがきょうの初公判で大久保被告弁護側が正当な行為だと主張する中で先ほど裁判を傍聴した ALS 患者の増田さんが会見を行いこのようにコメントしました。ののの選択ししかないよううににへととと殺殺すことが簡単でできてしまうのでは。は、人とされたのは 林さんの死にたいという一面的な言葉、状況を切り取っただけとしています。犬山さん、増田さんのこのコメント、どう受け止めますか？あの、この増田さんのコメント、本当に重いと思います。あの死の選択しかないように死、死へと誘い、殺すことが簡単にできてしまうのでは、というところなんですけれども、例えば、生きていたいという気持ちを持っていても、例えば、あの自分が、もしかしたら、周りの負担になっているんじゃないか。 それならば死んだ方がいいんじゃないかってそんなふうに思わされてそしてそういった行為も可能になってしまうっていうそういうことも起こりうるんだなという,ふうに思いますので私はその増田さんのおっしゃる言葉に深くあの共鳴しております死亡、うん、者とされる大久保被告の裁判が始まったわけですが改めて菊地先生裁判のポイントどこだと思っていらっしゃいますか。そうですね、あの確かにその、えー、自己決定権権いいうのは、まあ、憲法ででも尊重されている権利ですし、うん 自分の究極的には自分の生き死にも選択するというようなあのところにも行き着くのかもしれませんけれどもただやっぱり生きる死ぬ っていうのは簡単にその本人一人がその、決めて、周りの人がそれに対して、助けてあげれば、それはいいことだっていうことではないんですね。今日のニュースでもやった通り、やっぱり例えば被災者の、被災地の方も。生きよう、ね、あの、死なないでくれと思っても、失われた命っていうようなこともありますんでね。そう簡単に、あの、助けようと思った。だから、その、命を絶っていいんだっていうことにはならないと思います。ましてや、その、ターグの報酬はそれに絡むということが。 あってはですねえー、そう簡単に今回の事件があの適法だとは言い切れないではないのかなというふうに思いますねまさにその一面的な話では本当にないですよね、はいえー、判決は3月5日に言い渡される予定です関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いします